おお、何これ。四天王か、ザガンギエル様の。ザガンギエル様の教授、いやもうもうもう、デスパレスであるぞ。誰が喋ってるかわからんて、君ら。ああ、あいつか。お前はわかるな、わかりやす。わかりやすこいつ。おーい、お前が隊長か。あれ、あれ、何これ。あー、あれ何これ。俺これボコボコにされてやっぱ人間になりますっていう、すっげー情けねえ感じになる。さては、おわ、レベルとか上げてくればよかった。どうしよう。一旦火炎の息でいいか。でこいつもバーギークロスでいいか。でオラフはバイキルトだと意味ないんで、ここはまあスカラっすね。うん、スカラをこの二人は自らにかけよう。スカラよかったー、合成してこなくて。レベル1でここに突撃するとこあったわ。ベンガル、ライドソルジャー、アームライオン17、入んねー。バゲクロスは62。ああ、バゲクロスはまあまあ入るね。19、ん、意外と戦えるかも。37、はいはいはい。やめて、本当に嫌。はっ、ああ、やばい、ヤバめのやつ。ヤバめのやつ。魔法カンタみたいなやつない？魔法カンタだったっけ？魔法カンターじゃなくて、なんかガードするやつ、魔法を。ちょっと火炎入んなかったから氷行ってみて、バギクロス行って、なんかそういうやつない？ガード系。ないな。了解。じゃあ、マスカラでいいか。もちろん。で、B は魔法打てねえから撃つしかない、攻撃力を。攻撃を。で、アームラインも溜めてるから、あいつから狙っていこう。おいしょ、41ナイス。ホールド息。なんだ、ブレス系効かないのか、こいつら。いや、入るな。ナイスナイス。ちゃんと入ってる。で、バキガラスも60入るよと。でかいよ。入ってる。やばい。いや、痛え。溜めた後の攻撃痛え。20。痛い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 。ちゃんと痛い。うわ、スカラやってきた。え、でもスカラってさ、関係ないんちゃうの？魔法とか息には。どうだろう。スカラやったけど、まあ、チパカブラもう一回氷の息吐いて、ネチロンバギクロス行ってもらって、で、オラフ、ベホエミは B だな。ここは一旦。一旦、まあ、ネチロンには耐えてもらう。まあ、スカラ入ってるからね、言うても。大丈夫と思うけどね。やべ、間違えたな。アームライオン、巣から入ってるやん。狙うべきじゃなかったか。オーケー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 。2体倒した。やれんな。全然やれる。ビフォーに入っていく。オーケー、楽勝。で、まあ、攻撃でいいか。ミラーゾーマと。いや、火炎の、あ、6。12。12。まあ、6でいいか。で、ベホイミー、日郎にしてもろって、攻撃と。これでいいや。そろそろ倒すで。いや、べ、まずいだ。こいつスカラ入ってるやん。あー、でもよかったわ。行けたわ。ラッキー。あぶね、あぶね。あ、倒せたな。意外と。意外とやれましたわ。ナイス。レベルアップしていく。スキルもらえないか。これ、どうなっていくんだろう、こっちのルートは。倒しちゃったけど。なんかここでぶち殺されて、戻るのかと思ったけど。何？ジンマ将軍来た。とうとう将軍様のお出ましだぞ。え、何？わしなんか一人で殴り込みに来たん？てか、いや、そんな行きそうじゃないけどな、俺別に。いや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 、連戦っすか、もしかして。ちょっとあの回復とかしてもらえないっすかね、ジンマ将軍。
おい、腹から声出せよお前は。聞こえんど。おっと。この城に何をしに来た。いや、ちょっとおしゃべりしに来ただけなんすよ、別に。別にそんな敵意ないんすよ。何？あは、丸出し。敵意丸出し。そら笑われますわ。なめるなよ小僧。ああ、そうっすよね。我らが王は、そらそうっすよ。貴様ごときが勝てるようなお方ではない。だってまだ冒険始めて間もないっすよ。今日ここがお前の墓場となる。最後に言い残すことはあるか。いや特にねえっす。特にねえっす。ならば私が、はい、すぐに楽にしてやる。了解。もう連戦なんだ。マジか。どんな感じだ今スキル。じゃあ MP、 ああまあやれるか。やれますね。まあ見るからにこいつは物理なんで、やりばくだけ行って、まあ、メラゾーマでしょう。でオラフはねえ、バイキルとチュパカブラかけとい。あれこれさ逆の方がいい。いやチュパカブラの方がどうせ早いか。素早さは B よりも早かった気がするんで、まあ自らにスカラかけましょう。これでいこう。早かったわ B の方が。こいつらなんかたまに前後するな。じゃあ B にバイキルトをやらせた方がよかったな。まあいいか。メラゾマン暴走して261。おいナイス。第一山どんくらい入るだろう。80。えげつな。これ負け入れだろどう考えても。いや痛い。これ負け入れに他ならねえだろ。まあ一旦チュパカブラホイビできんのか。じゃ自分ちょっとかけてもらって、ネチロンはねもう攻撃以外の脳がないやつなんで、ビホイビも、まあ、自分にかけてもらうか。こいつらそれぞれ、うん、これでいこう。またさっきの2コンボ来たらもうおしまいだな。これホイミして、ホイミかつ自分でね20ぐらい HP 回復するんで、プラスオーマいって129。攻撃が誰に変える。全体攻撃かい。ナチュラル全、いやはっ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 、えげつな、えげつな。なんかラストスタンドとか発動したけど、これあれか、これ無理だな。これ無理だわ。これ無理だ。さすがにだ。耐えられるか？いや、耐えられねえだろうな。バーストしていくか。いやー、ゾロロ覚えてないしな。81。これラストスタンドが永遠に発動するとか、なったらワンチャンある。101入る。いいよ。ワン攻撃で100、もう200か。ワンチャン削り切ったりしない？ジンマ将軍。あ、いいね。いいよ。無駄行動を挟んでいく。第一山。80は耐えるはず。メラ、ゲー。ゲーだ。これまずいな。チパカブラはやるしかない。攻撃か？刃砕きを。で、B は、まあ、自ら回復する。いや、しょうがないな。アタッカーがなくなったら終わりだからな。やるしかない、これで。102。さらにもう一丁。102。106。いいよ。回復かつ、ベホイビで。もう次のターンの B は、ないね。うん。B の HP はない。しょうがない。チュパカブラ託そう、ここは。30くらって。27。やっぱバーストしてるからかな。強いな。チュパカブラ。チュパカブラだけ、なんか、なったりするどうにか。こいつ全然、あ、倒したんだけど。あれ倒しましたけど、私、ジンマー将軍。魔人倒したわ。ありゃ。うわ、嬉しいけど、倒したのは。まさか倒せるとは思っていなくて、ちょっと倒せたんだったら、ちょっと使わせてくんない？回復アイテムとか、アイテム。小僧。そうだ。
会いに来た。ザガンギエル様に会いに来たと言ったな。その通り。あの方が剣を振り下ろせば、数万の魔物も一瞬で死に絶える。一瞬で死に絶える。それほどに強いお方だ。無理やん。じゃあもう逆らって生きて帰った者は一人もいない。ああ。それでも会う覚悟はあるか。会いましょう。でも愚かな小僧だ。それはもうここまで来てね、トンボ帰りってわけでもいかないっすよ。ついてくるがいい。ちょっと回復するこうないっすかね。あの地面のキラキラみたいな、ここに立てば回復しますよみたいな、そういうゾーンないっすかね。この宮殿デスパレスねえかー。名前がデスパレスやもんな。だってこのままだ。レーナ、私だ。おっと、寝てない。おお、そう、私だ。神々の遊び。はい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 。そうですよ。その通りです。あ、すげえ。目前なん。地獄の帝王を手中にする目前まで来ている。いや、フラメンコ君もちょっと、もうちょっとさ、柔軟に行こうぜ。一旦こうさ、軍門に下って、なんていうの、右腕ぐらいになって力つけてからさ、繋がそうぜ、こいつの。絶対それがちょうどいいって。ああ、立ち上がった。何する気だ。でかーけん。はいはいはい。ザガンギエル。いいね、こいつはなかなか威厳あるな。魔物を滑る王。ザガンギエルめちゃくちゃ。マントが赤か。え？あれ？おう。お待ちしておりました。あれれれれ？あれれ？我らが王よ。あれ？思ってたんと違うな。この城を用意したのもエスターク。おい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 、ずいぶんな歓迎じゃないか。だとしたら、え、本当かこいつ。見えねえ腹の底。貴様らマジで全員懲罰貿易だ。え、何？知り合い？わしら。え、わしら知り合い？いや、悪かった。はあ。ザガンギエル様に会わせる前に、お前の力を試しておきたかったのだ。いや、俺、割と瀕死やったで。ジンマー君。なあ、ジンマー君。おうおう。おうおう。チンマー、かわいい。かわいいな、こいつ。はい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 。あったね。うわ、あったね。あ、はい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 。懐かしい。これ、パート1だか2だか、その子あたりの話だ。そうそうそう、この時、この時。あ、あ、え、ジンマ？今のやつ。いや、だとしたらちょっと、ちょっとザガンギエルさん、貫禄ありすぎるか。ちょっとその下でいられないな、俺。ランディオルを倒すためだけに生きてきた。あ、そうなのか。だが、この老いた身は、もうじき朽ち果てる。なるほど、ちょっと寂しいか。なるほどね。託されたわけか。もはや、貴殿しかいないのです。なるほど。どうか、我らの王となり。いや、これは。あのランディオルを倒してくだされ。これは願ってもない申し出なんじゃないか。ここで言えっていうのもなんかもうわけわかんねえもんな。ところが主人公の、いや、これははいでしょ。いや、面白くなってきた。面白くなってきた、マジで。マジか。急に俺地上の魔物たちの王になった。さあ、ほう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 、ほう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 。新たな王の誕生を皆に伝えてください。どうやって？何？
生出演する？ザタイムとかに。いや朝はちょっとカロリー高い日か、だいぶ。すっきりぐらいにしとく。おお、みなって、おおすげえ、いかつ。もうエクサアリーナとか行ってる場合ちゃうやん。誰だこいつはとかじゃないやん、もうだって。あ、そんな、そんなすぐ、マジか、ザガンゲル。もっと話したかったぜ。ちょっとそのマント置いててくれない？そのマント、俺そのマントすごい気に入ってんだけど、くれない？そのマント、悲しいぜ。急に悲しくなってきた。何これ、もう意思継がないといけないな、これは。継がざるを得ねえな。あー、もう墓石に、墓石なんこれ、わからんけど、ザガンギエルの、はい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 、名前刻んだな。お前に教えてやる。おい、ザガンギエル、ジンマー将軍、貴様図が高いぞ。お前とはなんだ、フラメンコ様と呼ばないか、ジンマー将軍。ランディオルの長兄、はい、何でしょうか。王将ディオロスが生まれた。ディオロス、はい。あの方は次の魔王と目されていた。なるほど、あの方っていうのはザンギエフの方。ザンギエフじゃねえ。違う違う、ストリートファイターになっちゃった。だが、ああ、ディオロスは知らねえな。なるほど、統治能力など皆無だ。はい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 、魔界の支配権が、はい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 、遠からず魔族は滅びよ。まあいかに魔物とはいえど、やはりね、まあ上に立つ者はそれ相応の器が必要ですよね。そうなる前に奴を倒し、はいはいはい、魔族の全てを救おうとなさっていた。その徳がこいつらをなんていうの、引きつけてんだろうね。戦いは長引き、うん、年老いたあの方は願い叶わぬ運命と諦めかけていた。なるほど、そこにね、お前の噂が聞こえてきたのだ。第二王子だからな。死んだはずの第二王子が帰ってきたと。魔界の民を次々に救済するお前こそが、なるほど、王にふさわしい。なるほど、あの方は確かにそう考えた。確かにな、魔界の民を救済して回ってたもんな。なるほど、そこに見出したわけか、適性を。ザガンギエル様のお墓作ってくれてありがとうなのよ。いいえ、でもなんかちょっとな、威厳足りないな俺。なんかコスチュームくれない、これっぽい。コスチュームちゃう、それ。違うな、トラベライトか、普通に。なんだよ、ザガンギエフのマントとか爪当てとか欲しいんだけど。ありがとうございます。肝心のエスタークは未だ見つかってね。エスタークは刺激しようとしてるんだよね、結局うちら。人間界の近くにいることはつかめているんだが。はあ、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 俺たちは引き続きエスタークを探そう。俺は魔界を救済しつつ、なんていうの、最終的にはやっぱりランディオル大帝をぶち殺すってことか。お前は魔界の中級エリアを巡り、なるほど、より強い力をつけてきてくれ。了解だ。これからは君が私たちを導いて、君を信じてついてくる。いや重っ、急にのしかかったな、重圧が。いやー、もうロザリンのとこにも帰れねえぜこれ。なんか王になっちゃった俺。かくして、魔物の城デスパレスを手に入れたフラメンコは、己の名をディスフラメンコと改め、俺デスフラメンコになっちゃった。魔族として生きていく思いをより強めた。
なるほど。俺の名前はデスフラメンコ、よろしくな。わかんない。これみんなこうなってんの？ちゃんとこのストーリーはどういう分岐してこうなってんのかわかんない。君の名前は？ちなみに。ザガンギル様、こいつは信心深い、信心じゃないな、忠誠を使ってた野郎だったんだな。裏に何もねえか。まあもう魔界の王ではないんだよな、地上を滑る魔族の王なんだよね。ちょっと複雑ではあるが、俺塔に帰れる？これ我が物の顔でもうロザリーヒルとか帰れないんちゃうの？人間界に。デスパレスは手に入れたけどさ、これちなみにデスパレスはどうなの？なんか、はいはいはい、ここから飛んで元の世界に帰ると言われてるけど、おい、ずっと高いぞお前。ゲハゲハ、ここはデスパレス、あなた様のお城です、ゲハ。すごい、マジでここ俺の城だ。マジか。これわしの城なんだ。デスパレス、ちょっと、次回探検する？次回デスパレス探検して、で、まあ、回復兼ねて、戻って、冒険の続きと、行きましょうか。いやー、もうネチローンとチパカブラの火力がね、高すぎて、勝てましたけれども、ちょっと、これ正しいルートを歩んでるのかわからない、俺はもう。まあまあまあ、でも、楽しくなってまいりましたね。エスタークを求めて、旅しつつ、今度は魔界の中級か。うん、やっていきましょう。というわけで、また次回。ありがとうございました。